熱血コンサル基礎産業。皆さんこんにちは、基礎産業山本真史です。今日は副業と資金調達、銀行と政策金融公庫の融資のトレンドを紹介というお話をします。昨年から大企業のリストラというのが結構進んでるんですが、それと同時にですね、副業を買う、もしくは副業を買収するというような話が非常に多くなっているんですね。副業を買収するというのは、例えばまあ、Amazon のアカウントとかですね、そういうのを買収したいから融資をお願いしますっていう話が多いんですね。類に漏れず弊社もそういった資金調達の依頼がまあすごく増えてるんですけども、この3月ぐらいから政策公庫とか金融機関のスタンスが大きく変わってきてるんですね。今日はそこについて触れておきたいと思っております。今日は主に3つのことについてお話ししていきます。まず1点目なんですけども、今年の3月から大きく変わったことがあるんですね。そこについてお話ししていきます。2つ目なんですが、実際の例ですね、通った例、通らなかった例っていうところについてお話ししていきます。3点目なんですけども、まとめとお知らせが1点ほど今日はありますので、よろしくお願いします。それでは早速進めていきたいんですが、今日の1点目なんですけども、今年の3月に入って大きく変わったことがあるんですね。それは何かというと、大きく2つのことが変わったんですが、1点目が副業であることを会社が分かっているかどうかということなんですね。これを今年に入ってものすごく金融機関が聞いてくるんですよ。はっきり言って実際これがないとほぼ通んないというふうに思っていただいていいのではないかと思います。なんでかというと、就業規則違反になるからなんですね。それがまあバレると退職させられるっていうような事態が起きてるんだというふうに思うんですね。そうなってくると、副業だけの収入だと生活ができないということになるので、そうすると回収不能になるというふうなことがもう結構いろんな事例で出てきてるということが起きてるので、今年に入って規定化されたんじゃないかというふうに思うんですね。二つ目なんですが、事業性の精査方法が変わったっていうことなんですね。特に言われるのが作業時間と出口なんですね。副業になくて本業にあるものっていうのがリスクシナリオっていうことになるんですね。例えばまあこの本業だったらこの商売がダメになった時にまあどういうふうにまあ対処するんですかっていうようなことが絶対言われるんですけども、副業に関して言えば、副業がダメになっても給料で返していけますよっていうことがあったんですね。今回に関しては副業といえても将来的に本業に変わっていくのかというところをまあすごくヒアリングしてくるんですね。そこをどういうふうに判断するのかということになるんですが、時間なんですよ。1日に費やす時間がいくらあるかということになるんですが、これが普通効率化できてるからまあその少ない時間の方がいいというふうに思われるじゃないですか。違うんですよ。実を言うと多い方がすごく高評価が得られるんですね。それだけ精魂込めてやってるというか、まあ将来的にその本業に向けてトライしていくんだっていうところの現れが見えてるというか、その創業をするのにはすごくまあリスクが高いんだけど、今のうちに副業をやってるうちにまあ将来的に自分が本業に変えていくというか、そのリスクテイクをなるべくこう小さくしていこうとするために時間を費やして、その働いてるといえども夜の間に時間を確保しながら勉強しながらやってるというかですね、そういうところがすごく好感が持てるというか、審査をする側から見ると好感が持てるっていうことがあるんじゃないかというふうに思われるんですね。今日の二つ目のお話になるんですが、最近の動向ですね。弊社が扱ってる、まあ、副業の融資の事例で通った例、通らなかった例についてお話ししていきます。最初に2つの事例を今からお話しします。まず1人目の方が年齢が53歳なんですね。年商が1000万円ぐらいで、業歴が11ヶ月、売上が1000万円で、中国輸入の通販だというふうに思ってください。利益がまあ200万円ということで、借り入れ申し込み金額が800万円だったんですが、それに対してもう一方が42歳で年収が1500万円ぐらいなんですが、もう2年やってるんですね、この方。売上が2400万円。まあ、この実際の例でいくともうちょっと多かったんですが、
これは輸出の背取りですね。というふうに思ってください。よく言う、こう、先に入金があって、それからこう仕入れるというか、そういうパターンのビジネスモデルなんですが、こちらに関しては、借入申込金額が500万円ということで、最終利益がまあ200万円だったということになるんですね。利益はまあ同じじゃないですか。こっちの方が、最初の方の方が高齢なので、なかなかその最初の方が、まあ融資が出にくいっていうふうに思われると思うんですが、実を言うと、融資が満額通ったのは最初の方の方が通ったんですね。これには2つ理由があるんじゃないかというふうに思われるんですが、一つ目が中国輸入なんですよ。だからまあ一回こう物を仕入れて売るっていうか、まあそういうことをやってるので、その在庫というか物を仕入れるための資金ですよというところのイメージがつきやすかったというのがあるんですね。まあもう一つはその利益率が実を言うと高いんですよ。輸出の方になると、まあ消費税の還付とかそういったところが効くので、利益が上がってるようには見えるんですけども、実際に入ってくるのはその3ヶ月おきとかですね、そういうところでこう申告をすることによって、まあそのお金が入ってくるから、実際にはその納税還付というか、そこがないとその収支がトントンだったりするっていうケースが多いので、今回の例でいくと背取りの方が安全なように見えるんですけども、まあ融資を審査する側からすると、そこにまあ事業性を感じないっていうケースが多かったということになるんですね。それとまあもう一つすごく強く言いたかったことがあって、二つ目はライフプランだったんですね。この方が実を言うと53歳で、最終的にはまあ独立まで考えてますよという話だったんですよ。よく最近は早期退職者制度とかいうのがあって、54とか55とかでまあ役職定年になるんですけども、それまでの間にまあ独立して、これ一本でやっていきたいっていうようなお話をされてたみたいなんですね。その間にもしまあ何かあったとしても、その退職金がまあ先輩の事例からいくといくらいくら出そうなのでとかですね。まあそういったような話をされたり、まあ何かあった時にはこの借金は退職金でこう圧縮しますとかですね。今までのその保険を積み上げてきているので、これでまあ返済しますとかですね。まあそういうリスクプランもある程度こう揃えている中で、まあ今回の申し込みに臨んだっていうところがあったので、まあ融資を通す側からすると、いろんなことを考えているというか、独立すると予期せぬ出来事が起きるから、それに対してこう対応していかないといけないっていうことは、まあ大なり小なりあるんですね。副業の時にはあんまり考えなくてもよかったことが、その独立した時には結構考えないといけないっていうことがあるんですよ。そういうことに対してこの人はもう常に準備をしてるなという好感度が持てた。だからまあその融資が満額通ったということにまあなるんじゃないかと思われるんですが、融資を審査する人も人間なんですよね。いろんなこう人生設計であるとかですね、そういったことに関してもしっかり話していくと、まあ融資が通りやすくなるというか、満額通りやすくなるというケースが多いんじゃないかというのが最近のトレンドなんですね。それと3点目なんですけども、まとめとお知らせということになるんですが、結論から言うと、副業といえども事業性を査定するようになったということなんですね。事業性とは何かというと、どこから仕入れて誰に売ってるんですか、売ってる場所がどこで、そのライバルにはどんな人がいるんですかということなんですね。その事業がずっとこう永続していくのかというところまでを査定しているということなんですね。本気でやらないといけないということなんですね。融資をするということはその人を応援するということになるので、本気の度合いというか、そこをこうしっかり見た上で、この人を応援したいという立ち位置から融資をするというか、そういう融資の基本に立ち返ってきてるっていうことが言えるんですね。この2点が大きく変わった点だと思っております。融資には、その事業性と消費性というものがあるんですね。事業性融資というのは、例えばまあ物を仕入れるからお金を貸してくださいとかですね。まあそういったような日頃のこう経済活動を行うためのまあ資金なんですね。それと消費性というのは、家を買うからとか、車を買うからとか、そういったようなフリーローンなんかもそうですよね。そういうまあその消費性資金というこう大きく2つの色分けがあるんですけども、副業に関しては今まで実はすごく曖昧だったんですよね。今回のトレンドでいくと、ここに関してしっかり色を塗ってきたということが言えると思います。例えばまあ一昔前でいくと、この人がまあこういう事業をやりたいからお金を貸してくださいっていうふうな話になって、金額が200万円からまあ500万円ぐらいの間でいくと、まあ何かあってもですね、給料から返していきますというか、車1台買うのと同じぐらいの金額なので、何かあったらこれで返しますからみたいな、
給料で返していきますからみたいなことは普通に話してて、それで通ってたっていうことが多かったんですけども、最近は副業を過去にそういうふうなことをやってやってきた人が失敗をした事例というのがすごく増えてきたというふうに思われるんですね。失敗例が増えるということはデフォルト率っていうんですけども、どれだけ焦げ付くかっていうところが見えてきてるから、査定しやすくなったということが言えるんじゃないかと思われるんですね。この事業性の査定というのがなかなか癖物で、弊社にもそのよくこう本業ですら事業性がないっていう人が多いんですよ。まあ実際自分が事業をやってるというか副業をやってることが、まあ事業性があると思われててもですね、これで例えばお金を借りたいというふうなことがあっても通らないということがあると思いますので、そこにどういうふうに肉付けをしていくかというか、こうだから事業性があるんですよというところを、まあ査定するというか、そういったところに関して弊社がやっておりますのでですね、一度創業副業に関してぜひ一度お気軽にお問い合わせいただければというふうに思っております。今日はお知らせが一つあるんですけども、製造業で事業改善を考えられている方とかいらっしゃったらですね、ぜひ一度お気軽にお声掛けいただければというふうに思っております。よく最近コロナの影響で原材料が入れられなかったっていうのもあるんですけども、よくこう大手の下請けとかをやってて、こう製造ラインを止められてしまったとかですね、そういったようなことがあれば、弊社は通販業の、まあ、M&A というか、その事業を起こしたりとかいうところのスペシャリストでもあるので、自分のところの商品を直接こう川下に流していくというかですね、そういったようなところもご支援できるというふうに思っておりますので、ぜひ一度、まあ今ちょっとそういった案件が多いので、もうまとめてちょっとやっていきたいと思っておりますので、ぜひ一度お気軽にお問い合わせいただければというふうに思っております。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。M&A で会社を買いたい、売りたい、サラリーマンをしていて独立企業、副業で稼ぎたい、会社の資金繰りに困っている、銀行からお金を借りたいけどどうしていいかわからない、そういった方はぜひ概要欄に弊社ホームページのリンクを貼っておりますので、お気軽にお問い合わせください。お金の悩みは必ず解決できます。一人で悩まずに、まずは弊社にご相談ください。私たち基礎産業が全力でサポートします。